聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆さん、平日のど真ん中、いかがお過ごしでしょうか。今週はですね、先週ですね、3連休ありましたので、今週は火、水、木、金、4日間だと思うんですけどね、水、木とちょっとしんどい、時かなと思います。皆さん、踏ん張りだけです。頑張ってください。ということでね、私ね、明日はね、久しぶりにお休みなんですよ。で、皆さんがね、こう働かれてる中ね、大変申し訳ないんですけど、ちょっとね、今日はアリゴを作ってみました。アリゴって皆さんご存知ですかね。こちらマッシュポテトなんですけど、モッツァレラチーズを入れておりまして、とてもね、伸びるマッシュポテトになっております。そのままですね。なんかね、本当はね、ちゃんとしたチーズ、テロップで入れとくんですけど、そういったチーズを使ってやるんですけど、ちょっとそれをね、手に入れることはできなかったので、今回はモッツァレラチーズを使いました。本当にね、こう今ね、じゃがりこにお湯を入れて、じゃがりこでしたっけっていうのが流行ってるんで、まあでもどうせね、やるなら、まあちゃんとした作り方で、まあ、これがね、ちゃんとした作り方なのかはちょっと正直僕あんまりね、料理しないんでわからないんですけど、まあそれっぽい作り方でちゃんとしたこうじゃがいもを使って、作りました。で、明日がお休みなので、前回焼いたパンカットして冷凍しておいたものと、あとですね、今流行ってるじゃない、今僕のね、マイブームの、黒糖梅酒。これね、いろんなね、黒糖梅酒最近買ってて、このジャガーリゴにはね、多分合わない、ジャガーリゴじゃんわ、アリゴにはね、合わないと思うんですけど、僕はちょっと今これ好きなので、これを飲みながらね、ちょっとゆっくりしたいなと思います。そして明日はですね、食パンを作ろうと思います。もう、やっとです。やっとですよ。っていうわけで、いただきます。いただきます。美味しい。なんかこのとろっとした感じがね、すごい美味しいんですよね。じゃあ早速、これね、作ってる時はね、暑いんですけど、やっぱね、今の時期寒いし、すぐ冷えてね、やっぱ伸びが浅くなるんですよね。また火入れたらね、伸びるんですけど、ちょっとね、見た目がね、やっぱり冷えるとどんどんね、硬くなってしまって、うん、めっちゃ濃厚ですね。なんかレシピよりも、やっぱチーズの塩味とかもあるんでね、だいぶね、塩とか控えめにしてます。で、バターもやっぱりこれ入れることによってコクが出るので、やっぱり必要ですね。滑らかなこの食感というか舌触りにもなるので、めっちゃ美味しいですね。うん、なんかこれはね、こう何をつけるのがいいかはちょっとね、僕もよく分からないんですけど、まあ、僕といえばパンなので、パンにつけて食べようと思います。パンとかこれも絶対合いますもんね。これやばくないですか。いただきます。うん、合わないわけがないですよね。多分ね、タイトルにもしてると思うんですけど、相性抜群です。ほんまにね、完璧で、自家製のパンでしょ、これやばい。うん、基本僕ね、こういうコメントをねするときね、やばいかうまいかぐらいしか言ってないような気がするんですよね。まあもちろんね、自分が好きなやつ作ってるから、そりゃそうなわけなんですけどね。いや、皆さんもね、ぜひぜひこれちょっと作ってみてください。ジャガーリゴもね、ジャガーリゴで多分美味しいんだとは思うんですよ。でもね、このジャガイモのね、こう本来のこのホクホクっとした感じと、この濃厚なチーズのこの、なんていうのかな、うまみっていうのがね、もう最高ですよね。これでもカロリーやばいですよね、多分。うまっ。そしてですね、ちょっと気になったので調べたんですけど、アリゴってフランスの中南部のオーブラック地方の郷土料理なんですね。じゃがいもをベースにチーズなどの食材を入れて混ぜ合わせたお餅のようなもの
で非常によく伸びるのが特徴って言われてるみたいで、肉料理の付け合わせとかで普段は出てくるみたいです。でさっきお伝えしてた、まあ、専用のそのチーズっていうのが、トムフレッシュっていうチーズで、なおかつそのライオールのトムフレッシュを使用したアリゴが正統と言われているみたいです。その正統と言われるそのライオールのトムフレッシュっていうチーズを使ったねアリゴもぜひ食べてみたいなと思います。今年のね目標が、ヨーロッパに行くことなので、ぜひその際にはですね、フランスのこの中南部オーブラック地方の郷土料理のこのアリゴをですねぜひ食べたいなと思います。でパンとのね相性もやっぱり抜群ですしね、本当にこうなんやろね、このとろっとしたこの滑らかな食感っていうのは、こう日本人もねやっぱ好きな食感なのかなと思います。でも確かに濃厚なのでそんなにたくさんはね正直食べれないと思うんですよ。でなおかつ高カロリーですしね、だから本当にこう付け合わせとして食べるのが良いのかなと思います。でも僕はね今日パンあと2切れぐらいあるんで、気持ち悪くならない程度に食べようと思います。おいしい。おいしい。これね合わないことはないです。でも正直ワインとかの方が合うと思います。でこのアリゴっていうのは結構そのじゃがいもの量とかチーズの量、あとはまあ牛乳とかの量によってこう硬さとか粘度っていうのはね変わると思うんで、皆さんもねこう作られる時にお好みのね配合というかバランスをね探してみてはねいいのかなと思います。やっぱりこれにチーズをね多分倍にするともっとこう滑らかに伸びると思うんですよね。で逆にじゃがいもを入れるともっとほっくり感も出るし、であとは硬さっていうのは牛乳で調節できると思うので、ぜひぜひ皆さんもね、じゃがアリゴも作りながら一回ねこういうちゃんとしたアリゴ、それなりのちゃんとしたアリゴを作ってみてはいかがでしょうか。ではですね次回は、食パン動画を上げれると思います。明日久しぶりに自宅での製パン私は楽しもうと思っております。ではですね、週の半ば、そしてインフルエンザ大変流行ってますので、皆さんもお気をつけて日々を、過ごしてください。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。この動画がよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録していただけますととても嬉しいですのでお願いいたします。ではまた、バイバイ。